四上光仏長、本名、プラジュバロー主任者は、如来の肉たぶさを深刻化したフッツの一種、仏長村の一村。四上光除来王林図天体神を従えて、宝者に乗る姿を描いた高麗仏が、ボストン美術館像。型三枚屋形は、三古書。趣子は、ボローン。その姿は、大西明吉祥上菩薩説女最強療暴林によれば、 毛穴から光明を放ち、五仏感をつけ、手は釈迦のようであるという。この記述によれば奏心具をつけた菩薩型であると考えられるが、実際の造形例では、如来系のものも多い。トン抜光バの壁画では、実月後惑星などの天体紙を従いて宝舎に乗った如来の姿で描かれている。また第五次書像の白描画では、 蜂と釈状を持った如来型で頭部から火炎を放っている。また、京都、小蓮院の本尊とされている画像では、白蓮家の中心に描いた種子ロンと、その周囲を諸村が取り囲むマン奈ラで表される。本来この種子は一字叶川仏頂を表したもので、あるが、一字叶川と四条校は同一視されているため、小蓮院ではこれを、四条光如来と呼称している。種子で描くのは、 音声としてのロ論を表したもので、仏頂尊と呪文信仰との強い結びつきを反映している。史上光仏頂は、その巧妙で、供養等の天体の悪心を尺仏するとされ、その呪文として、詳細名吉祥だらにが知られる。天台集では、天変地位に際しての手法で本尊とされる。前述の通り一時かなは仏頂と、 同一視されており、如来がその巧妙で天体神を尺伏する姿が、四条校、法輪で協力する姿が一時かなわであるとされる。ありがとうございます。